Ivankov, Crocodile, Jimbei, など名だたる囚人たちを巻き込んでインペルダウンを脱出したルフィは海軍船を乗っ取りエースの処刑が行われる海軍本部マリンフォードを目指した。一方マリンフォードではエース奪還に現れるであろう白ひげ海賊団に備えてすでに大兵力が集結していた。エースは新世界に君臨する四皇の一角白ひげ海賊団の二番隊隊長であり、白ひげエドワード・ニューゲートとは実の親子よりも固い絆で結ばれていたからだ。海戦に先立ち海軍本部元帥戦国は海兵たちに戦争の意義を語り始め、その中でエースの驚くべき出自を明かす。エースの本当の父親はかつての海賊王ゴールディ・ロジャーだったのである。衝撃の事実に海兵たちがどよめく中、マリンフォード湾内に突如巨大な海賊船が浮かび上がる。大海賊時代開幕以来最大の戦いが今始まろうとしていた。湾内海底に影が！うらら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 ら、ら何十年ぶりだ戦国。俺の愛する息子は無事なんだろうな。うららららららら、ちょっと待ってな、エース。おやじ！勢力で上回ろうが、勝つと高をくくるなよ。最後を迎えるのは我々かもしれんのだ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。うらら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 ら、ナイスエイジ青キジ若造が。久しぶりだな、白ひげ。なぜお前が白ひげをかばう？やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。小僧、その麦わら帽子、赤髪が昔かぶってたやつによく似てるな。おっさん、シャンクス知ってんのか？これ預かってんだ、シャンクスから。兄貴を助けに来たのか？そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえごときじゃ命はねえぞ。うるせえ！おめえがそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。クソ生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、放ったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。you
なぜ来たんだ。あれは弟だ。迎え撃て。奴らを処刑台に近づけてはならん。海軍は何か企んでやがるに違えねえ。まずは軍艦を落として足場を固めとけ。やっぱな、海賊同士手を組んで軍艦を潰さねえか。いいぜ白ひげ、手を組んでやる。まるで白ひげと同格だ。だから先を進ませません。麦わらのルフィを撃て。奴はエースと共に育った義兄弟であり、その血統は革命家ドラゴンの実の息子だ。あのドラゴンの。敵を勢いづかせるな。生きてここへ来ると信じてもらった。不届き者、控えよ。ハンコック、てめえも七部会をやめる気か。黙れ。怒りゆえ何も耳に入らぬ。そなたよくも我々の愛しき人の邪魔をしたな。生かしてはおかぬ。こんなに怒りを覚えたことはない。そなたを切り刻んで獣の餌にしてやる。クジャの覇気か。あ、ハンゴック。はい。海軍の邪魔をしててめえが後でどうなるか分かってんのか。何をしようとも我々は許される。道を開けよ。攻め込むぞ。この愛か、前線の部隊を下げておけ。よっ。
隊長、ダイヤモンドジョゼ、いきなりキングは取れねえだろうよ。いあれは一番隊隊長、不死鳥マルコ。隊長たちも出てきたぞ、止めろ。よっはっよ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 っ道を開くぞ。作戦攻撃の準備だ。攻撃か、させん。この目は俺が防ぐ。行け、ジョズを足止めするんじゃ。俺も先へ進もうかい。白ひげのマークを背負っている以上負けられねえんだよ。おい、その船は射程範囲だ。
動する。ヒゲ海賊だ。さあ次だ。一気に攻め込むしかねえ。ついてこい野郎ども。俺たち参加の奴らも全員あんたには代用がある。白ひげ海賊団のためなら命もいらねえが。白ひげが刺された。こんな茶番劇やめちまえよ白ひげ。もう海軍と話はついてんだろ。お前にとってエースは特別なんだ。だから俺たちの首と引き換えにエースの命を買ったんだろ。おめえ仮にも親に刃物を突き立てるとはとんでもねえバカ息子だ。バカな息子をそれでも愛そう。ふざけんな。お前は俺たちの命よ。エースだけが特別じゃねえ。仲良くやんな。みんな俺の家族だぜ。俺が息子らの首を売っただと。海賊なら信じるものはてめえで決めろ。俺と共に来る者は命を捨ててついてこい。俺はなんてこと。海軍に騙されてすまねえおやす。すまねえエース。泣くことが報いることがよい。エースを助けるんだ何としても。よっ
この力、慎みは先祖。ここを攻める者の命は保証せん。勝負は預けよう。準備はできたら包囲壁を作動させろ。始めろ若犬。流星火山。作戦はほぼ順調。これより速やかにオートガス D エースの処刑を執行する。あの壁を越えねえとエースが。やはり私に力攻めは無感だね。ルフィ君、わしに策がある。ついてくるんじゃ。わかった。おお、こっちからも行くよ。野郎ども、あの小僧とジンベエを援護してやれ。エースの弟を援護しろ。
だな、おい。キザルを止めろ。モリアメが。何がおかしい、ド・フラミンゴ。何がおかしいかって、この時代の真ん中にいる感じさ。しまった、お前ら俺から離れろ。やめろ、ド・フラミンゴ。海賊が海軍が正義、はいくらでも塗り替えられてきた。平和を知らねえガキどもと戦争を知らねえガキどもの価値観は違う。頂点に立つ者が善悪を塗り替える。今この場所こそ中立だ。正義は勝つって、そりゃそうだろう。勝者だけが正義だ。あの男を止めろ。助かったぞ。よっ、セカンド。戦いはこれからじゃ。守るのでね。みんな、エースを頼んだぞ。このままじゃ、わしは死んでも死にきれん。おお、いいよ、わしがやろう。
策がならん。そのあたりの敵を倒すんじゃ。たまらねえ。ここまで。お前にはまだこのステージは早すぎるよ。エースは返してもらうぞ。お前のじいさんは恩人だ。仕方ねえな。男一匹選んだ死の道を。望むな。
度胸だけじゃねえ、麦わらのルフィ。力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。それ見たことか。だからイワンコフっちゃなすべる。息はあんの麦わらボーイ。イワちゃん、離せおっさん。俺は、こいつはもう十分やった。手当てを。はい。いらねえ、そんな時間ねえよ。邪魔すんな。エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。おざくだけの異性の塊、若く無様、そういうバカは好きだぜ。ヤッホー！シッシッシッシなぜ来たんだ。俺は弟だ。迎え入れて、奴らを射程内に近づけてはならん。海軍は何か企んでやがるに違えねえ。まずは軍艦を落として足場を固めとけ。ジルファルモン。バカッパな、海賊同士手を組んで軍艦を潰さねえか。いいぜ白ひげ、手を組んでやる。まるで白ひげと同格だ。派手にぶちかますぜ。ギャッ。敵を勢いづかせるな。これでまた派手に長がっちゃうぜ。調子のいい男だがね。麦わらのルフィを撃て。まずい。こいつはエースの共に迫った義兄弟であれ、スポケットは革命家ドラゴンの実の息子だ。あのドラゴンの残念。スペクトラム、ギャラクシー。エースは違うね。成長ほどだ。エース、俺は死んでも助けるぞ。マルコ、あれを死なすんじゃねえぞ。了解。いい加減におしべる。クマ、攻撃をやめて返事を押し。無駄だ。こいつは政府の科学者、ドクター・ベガパンクの最後の改造によって完全な人間兵器になったんだ。今はもう人として生まれた記憶すらない。化け物パシフィスタ BX0 だ。改造兵器、一体何のことっちゃべる。記憶が消えたかなんだか知らないけど、
一度会った人間に顔を忘れられたのは生まれて初めての経験だよ。 BX ゼロ、ここはもう十分だ。撤退して他に当たれ。逃げる気？今度バタ足に手を挙げることがあったらもっと叩きのめしてやっちゃべる。覚悟せいやんな。俺も海軍め、卑怯な真似をしてくれる。許さねえよい、親父に続け。攻撃の準備ができたぞ。撃て。この力慎みはせんぞ。壁に死ね。もう一戦一発。あそこにいるのは海賊王ゴールドロジャーの船の伝説のクルーであり、四皇赤髪の兄弟分、大海賊道家のバギー船長では。確かにそれは俺だが、俺が伝説の海賊だってのは内緒のはずだが。ゴムゴムのジェット身代わり。って何しとんじゃこら麦わら。なんだよ、切ったのあいつだぞ。赤の目のミホークに切られても平然と立ってる。すげえぜ我らがキャプテンバギー。いやー七部会なんか目じゃねえぜ。行くぞ野郎ども。最強の剣を振ろう。貴様らの命と引き換えだ。ここを攻める者の命は保証せない。わしに策がついてくるんじゃ。わかった。おやめだ。
ゃったの、モリア。お前さんのゾンビ兵は。ジンベイ、てめえさえいなければ。お前さんに邪魔はさせん。道は譲ってもらうぞ。モリアがやられた。まさかジンベイが敵に回るとは。王家七部会は重要な戦力、潰し合っては意味がないのに。わしゃもう七部会をやめた身じゃ。ここを死に場所と決めとる。